うわー、ちゃんと映ったね今。クラウド。いや、お前ら気づくの遅すぎだろ。クラウドがヤバそうなのに。レノじゃなくて、ルードじゃなくて、こいつがレノ。お前誰だっけ？なあ、レノ。あ、ゾン、ゾン、ゾン。治療を優先したらどうだ？多分、ゾンさんもいい人なんだけどね。あんまこう、影薄いから。でもよ。7番街は放っておくのか。我々に何ができる？俺タンクスは好きなんだよな。悪役じゃないから。そもそもあれは必要だったのか。拒否したところで他の誰かがやっただろう。その誰かを自責の泥沼から救ってやった。ああ、確かに。そうは考えられないか。無理だぞっと。ではこう考えろ。犠牲は星へのちょっとした礼だ。はあ、使うばかりでなく時には返してやらないと。やばすぎだろ。本気で言っているのか。思想いかれてんのかお前。いや、まあだからあれだよね、地球が、はい、ライフストリームって生命循環だから、人が死んだ時にライフストリームも帰るわけよ。だから普段吸ってたライフストリームを人殺すことで返してあげたってことだよな。イカれてるだろ。え、膝枕じゃないんですか。泣くわ。クラウド、混沌からの脱出。よかった、目覚めた。大丈夫？久しぶりのエアリスです。ああ、うんうんうん。ここ子供の頃ここで暮らしたの。うるせえ、宝箱を俺に開けさせろ。レッドザーティンかわいい。いや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 。いや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 。話しかけれない。お母さんと二人でね、うん、ここで眠ったんだよ。部屋あの頃のまま。そうかい。フルメタルロット。もう少し寝てた方がいいんじゃない。まあいいでしょ。あ、クラウド一人だ。毎朝お母さんだけが連れて行かれて、よく一人で泣いてた。辛いな。エアリス、脱出の前に話してくれ。いろいろあるはずだ。まあエアリスだけが知ってることもあるよな。私は古代種の生き残り。それはもういいよね。あ、古代種っていうのはシンラがつけた名前ね。本当はセトラっていうの。うん。我ら星より生まれ、星と語り、星を開く、そして約束の地へ帰る。史上の幸福、星が与えし定めの地。すごい。まあな。でもおとぎ話だと思ってたぜ。シンラは違う。約束の地、ずっと探してる。エアリスは知ってるの？約束の地。何にも。いつか分かるのかもしれない。でも今は全然。もし分かってもそれは古代種、いやエアリスの約束の地だ。まあ俺らがな、魔法が吹き出す豪勢な場所でも
シンラには何の権利もねえ。そうなんだよ。俺らが勝手に言っていいの？はっ、少年が浅ましいぜ。よし、お前はエアリスを連れて脱出しろ。俺は連中をひねりつぶしてから帰る。バレット、あのね、違うの。ったく、何なんだよこいつらは。神羅星の化け物か。フィーラーだ。え、おめえ知ってんの？フィーラー、運命の番人という理解が最適だ。運命の流れを変えようとする者の前に現れ、行動を修正する。運命って運命？おい、ゲシュタルトが崩壊しそうだから。この星が生まれて消えるまでの流れ。その流れはもう決まっている、そういうこと？まあ大まかには決まってんじゃねえの。星は力尽きてしまうらしい。んな真っ黒な未来に向かって俺たちを送り込むのか、フィーラーはよ。待て待て待て、そもそもなんでお前はそんなこと知ってるんだ。難しい顔して。エアリスが吹き込んだんじゃねえの、あん時。さてはてめえ、シンラの犬だな。あのおでこペターってした時に吹き込んだんじゃねえの、いろいろ。エアリスが私に触れた時、フィーラーの知識もそこにあった。あのね、聞いて。エアリス。あ、言葉には気をつけろってことか。私たちの敵はシンラカンパニーじゃない。きっかけはシンラだけど、本当の敵他にいる。私、どうにかして助けたい。みんなを、星を。エアリスは何を知ってるの？今は迷子みたい。動くほど道が分からなくなる。フィーラーが触れるたび、私のかけらが落ちていく。はあ。黄色い花が道しるべだったんだ。覚えとこうぜ。俺らだけでもよ。大丈夫、一緒に考えよう。黄色い花が道しるべな。花言葉は再会。なんだ？いや俺よ、今ちょっとふと思ったんだけどよ、バレットの手さ、まあ、右手が機関銃じゃん。あいつ机に突っ伏して寝るときに誤作動して爆発したりしねえのかな。グーグーガン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 みたいな、なんて思ったりしました、今日この頃。なあ、ドミノさん。ウェッジ、やっと会えたって。え、ウェッジ、どうして？お前大丈夫なのか？エルミナさんのご飯が美味しくて、ってそんな話してる場合じゃないっす。もうすぐ。今の何？爆発？本気アバランチの作戦っす。あ、起こしてなるほど。分派じゃなくて な。今の爆破で警戒態勢に移行した。え、閉じ込められた。おお、やん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 。慌ててない子娘、見ろ、研究施設内はまだ移動可能だ。屋上まで行ってください。本家のヘリが待機してるっす。本家のヘリだ。奴らが俺らを乗せるはずねえだろうが。頭下げたっす。そこはウェッジがねえ。もう頭下げたっす。わあ、いいやつウェッジ。それじゃあまた後で。俺が女だったら惚れてるな、知らんけど。本当は痛いんか。ったく、あいつ勝手に動きやがって。バリ嬉しそう。これが市場の幸福。助かった。
や、かわいい。帰ったら説教だな。だな。待て待て、仲間増えすぎ問題なんだが。エアリス、ティファーを操作するんですね。はい、わかりました。ちょっと待ってくれよ。はい、一旦装備品を整えましょう。よし、組んできました。組んできました。ちょっと紹介させてや。あのね、見て。魔法フルムシ編成。四大魔法を廃止することによって、さらに攻撃に特化したパーティーです。クラウドくん、時間マテリア。まあこれでヘイストかけてな。いつも通り立ち回る感じだ。で、回避切りガード強化先制攻撃と、攻撃技攻撃技と。まあガード強化は、俺が操作してない時に結構強いからね。で、ATB バースト、HP アップ、HP アップ。見破ると。これでまあ、まああんまりね、さっきのまでのクラウドと変わってないんだけど、役割的なのは。で、ティファも、まあ、マテリア自体は変わってないです。ATB ブースト、回避切り技タッチに先制攻撃、ATB 連携、HP アップ、HP アップ、ビジョン、ATB バーストって感じ。で、エアリスが範囲下の回復。これはまあ必須だったわ。多分。さすがに必須だろうということで、範囲下回復はつけさせてもらって、あとは回避切り。これがなんかエアリスどうなるんかわからんから、一応ね、なんか試しでつけてみました。で、ガード強化。で、ラッキー、マジカル。まあ、回復がよく、リフえるようにマジカルと、まあ、なんか気持ちのラッキー。これはあまりだったな、マテリアが、正直。で、技達人、3連チャン、3種類使ったら ATB 増加大と。まあ、使うかわからんけど、一応つけました。で、ATB バスト、HP アップ、HP アップと。エアリスが完全回復で、ティファに、ティファが、もうすべてを担うように、ティファサポート、ティファサポートとティファと。そんな感じで組んでみました。さあ、じゃあ進みますか。あ、入れねえの？入れるじゃん。フェニックスの、お。え、じゃあこれ、あれじゃね？うわあ、宝箱の山じゃ。カエルの指輪。これ使わねえんだよな。カエル状態になるって。なんか多分縛りプレイしたい人が使うんだろうね。ティファ一人で他二人カエル状態でボス倒しましたみたいなことしたい人がカエル状態のカエルの指輪使うらしいよ。なるほど。あ、どっち？上行けちゃうじゃん。これは使ったことあるやつ？あるやつか。よし。じゃあ行っか。行きましょう行きましょう。うん、みんな早すぎ。よし。エレベーターってこっちだったの？そうだ。工場の匂いがまだ残ってる。あ、これはこれじゃなくて。あ、これか。鼻が効くんだね、レッドサーティーンは。それ大丈夫なの？この奥だ。どうすんだよ。どかすしかない。え？あ、なんかいたよね。おめえみたいなやつ。7番街の地下で。こいつらが暴れたようだな。納得してる場合か。こっちは任せろ。はい、任させてください。ネムレスさんですね。まあ見破ったことあるし、ヘイストでいっか。ティファちゃん、よっしゃ行くぜ。このこれで安心。逃がさない。おれ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 、突き破る。ちょ、遠よいしょー、しまいよ。これで敵ですらないね。パワー、やったな。
ぷい。あっちだおい。かわいい。進むか。いや絶対この奥宝箱あるやん。あ、回復スポットか。対していいものもない。あれマジで？渋いよスクエニさん。行こうか。この奥な。クラウドがぶっ倒れたとこ。クラウド結構イケメンだなお前。ちゃんとみんな入るの待ってあげるとこ。そう俺さ、セフィロスとかが黒い羽生えてる理由がいまいちわかんねえんだよな。なんかクライシスコアでわかるだのなんだのお話は聞いたんすけど。神羅の闇ぶっ壊してやりてえが時間がねえ。さっさと屋上へ行こうぜ。まあ、お話聞いたっていうか、クライシスコアの PV で羽生えた人がいたから多分そこでわかるんだろうなって思ったんだけどさ。あ、ゼノバか。まあいるよな、そりゃ。なんだありゃ。ジェノバ。母さん、一緒にこの星を取り戻そうよ。全部全部大嫌い。クラウド、みんな見えてんの？あ、じゃあ幻覚じゃなくてマジモンだわこれ。マジロスだわこれ。本当にあんたなのか。受け入れろ。感動の再会だ。素晴らしい。やはり仮説は正しかった。今度は期待を裏切らないでくれよ。あ、でもちゃんと崩れ落ちてるってことはマジセフィロスなんだろうな。急がないと。よいしょ。実験用ポット足場にしてやる。何実験用ポットって誰中身。ソルジャー実験用ポットってさすがに違うか。
え？え、こん中ソルジャーなんじゃないの？邪水か？うわぁ、いや、日の本、火事の元よ。いや、大丈夫なんかね。結構ちゃんと事故じゃん、だって北条さんウキウキだったけど、怖いわ。お、マテリアと毒。あん、よいしょ。うわ、ネムレスだ。手を貸そう、頼む。あ、レッドサーディン、レッドサーティン特徴。レッドサーティンはゲストキャラクターとして仲間に入ります。戦闘には参加しますが操作することはできません。装備の変更もできませんのでメインメニューには登録されません。なんだ、まあさすがに大変だろうな、モーション作るの。うちか、次。はい、ああ、ティファたちは近くにはいないようだ。探すぞ。ちょ、じゃああれじゃない、ちょ、レッドサーティンのモーション次見ようぜ。あれ、どうやって行くの。あ、こっちか、こっちだな。あー、よいしょ、ほい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 、だからバーコー、アイテム、あれ、どこ行ったらいいんだ。どうした。レッドサーティーンジャンプアクション。壁に何な、赤三角アイコンが表示されるところ、レッドサーティーンがジャンプで移動できます。なるほど、三角で頼んでみましょう。あれを使えば向こう側へ行ける。うん、私なら飛べそうだ。よし、頑張ってくれ。頼めるか。ああ、はい、はい、ガチャコン。ちょっとかわいい。うっ、ワンツーサンシーゴー、オッケー。あ、宝箱だ。宝箱じゃねえ、自販機だ。一応行こう。大して使わねえけどセール品買っちゃうんだよな。悪いとこだわ。気持ち悪いもんばっか作りやがって。お、バレットだ。ほらほらほら、どんかよんじゃねえ。苦戦だな。お待たせ。え、じっとな。続けるのか。ギア上げてくぜ。よいしょ。これ魔法しか使わんやつ出てきたら積むよな。まあ、そんなことないと思うけど、その魔法しか使わんやつ出てこないと思うけど、え、魔法しか効かないやつなんて出てこないと願うばかりですけど、出てきたら積んじゃうんだよな。おう、任しとけ。ほらほらほら、この野郎狙うぜ。どうだ、こんなもんよ。よっしゃ、まだか。あ、終わったわこれ。物理攻撃を弾く状態は魔法を当てることで解除できる。終わったわ。お、待ってろ。通るようになった。俺が出る。おい、クラウド今だ。早くしろ。ちょもうガードモードになったら終わっちゃうから。行くぞ。おっしゃー。おめえら敵じゃねえんだよ、アホカスどもがよ。モンスター工場かよ。あながち間違いではない。どこ？開いた。モススラッシャー。
美味しいハンバーガー屋さんみたいな名前しやがってよ。見破ります。まあ雷弱点だよな。シンラの兵器開発部門が製造した人造式対人兵器、頭部のドリル、腕部の爪、腹部の回転刃と全身に様々な武具をまとい高い殺傷能力を持つ。電流が蓄積、あ無理だ。待ってました。よいしょ、当たらねえ。逃がさねえぞ。痛すぎな。でこれもやっぱバレットが大事になるから。ああもうヘイスト間違えたし。バレットにヘイストしようとしたんだよ。ガードしよう。よし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 、これでたまるわ。バレットな。おう任せとけ。アンガーマックス。風に散らせない。硬すぎだろこいつ。まだまだ。アンガーマックス。アンガーマックス。さっきついだ。こっちだな。オラオラ。よいしょ。お前、大丈夫か。ああ、問題ない。ならいいけどよ。出口か。これからどうする。まずティファとエアリスを見つける。それから屋上だ。どっかにエレベーターがあるんだろう。邪魔は入ったがやることは変わらねえ。さあ行くぞ。魔法一応欲しいな。1個ぐらいつけますか。バレットの装備品もなちゃんとしてあげて。どうしよう。マジで何でもいいな。マキナバングルとかにしよっか。よしで回復つけて、あと万一のために炎つけてって感じでいいか。もう他はなんかな、適当にあり合わせのやつでどうにかしますか。ちょっと待ってなー。オートケアルとかいらねえから、回避切りはいるわ。なんだかんだ使えそう。で、あと、これ使ってみるか、祈り。結局育てたけど使ったことないんだよな。全体回復みたいな話聞いたんですけど。で、あとは、マジで使うやつがないと。使うやつがないから。イカズチと。まあ、電気系のやつは多いだろう。さすがにな。回復しよう。モテ遊ぶね。扉がロックされたようだ。引き返すのは無理だ。ツインスティンガー。これ見逃すやついるだろう。これか。2頭の刀身が連結され、マテリアを活用しやすい体験です。はぁ、あ。ちょっと、装備してみる？一旦強化します、じゃあ。あ、ちょ、一旦強化するとこもみんなに見せてあげようかな。たまには。どういう強化してるかをね。こうやってなんか、惑星何個か出るんだけど、もう今持ってる246ポイントで全部埋めることって、まあ基本的にできなくて。まあなんか、どれを、スキルかみたいなのを選びながらやるんだけど、まあ、基本的になんか攻撃性能のやつは俺全部取るようにしてるわ。で攻撃性能が低そうなやつは後回しなんだけど、あとなんて限定的すぎる能力とかピンチの時にとかはあんまりこう今取ってもう今っていうかピンチの時にみたいなやつを普通に取っててもあんまりこう使うことないからねっていう。まあ、ガード時とかはね俺がこう任意的に発動させることもできるから優先的に取っちゃっていいと思うんだけど、こういうなマテリアーナとかもバリと強いから。でここが困ったな。属性攻撃上がってもな、対してうーん一応属性マテリアじゃつけとく。使うことないだろうけど雷属性使うか。属性マテリア、じゃあついでにマテリアも変えますか。
属性の回あれつけよう、イカズチつけよう、イカズチを属性で、これな、さあ、あ、レッド13だ、頑張って。あれよし、はあ、大したもんだな。え、うわやったね、ナイス、かわいこちゃんたちがやってくれました。待ってて、私たちもそっち行くから。待つ、永遠に待つ。